今回は置換積分法について学習していきましょう。置換積分法とは、複雑な積分を変数の変換によって計算しやすくすることです。今回の学習では、インテグラル、(1-x)の2乗 dx を置換積分法によって計算していきましょう。まずは、x を含む式を t に置き換えます。次に、2の式を x イコール gt の形に変形して、t で微分することで dx を求めます。そして、実際に積分します。最後に2の式を使って x の式に戻します。それでは練習をしていきましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら丸付けをしましょう。答えはこのようになります。それでは今回の学習のまとめをしていきましょう。置換積分法とは、複雑な積分を変数の変換によって計算しやすくすることになります。今回の学習では、インテグラル (1-x)の2乗 dx を置換積分法によって計算しました。まず、x を含む式を t に置き換えます。次に、2の式を x イコール gt の形に変形して、t で微分することで dx を求めていきます。そして、積分します。最後に、2の式を使って x の式に戻します。これで今回の学習を終わります。